子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。これシステム組んで、1ヶ月ぐらい毎日ね音量調節して、まあ、8割ぐらいまでは追い込めてるんですが、いまいち低音の感じがバシッと決まらないんですよね。ホステックスのウーハー入れると位相がずれてる感じに聞こえて、視聴位置によっては低音が聞こえにくい場所もありまして、まあ、椅子によっては席によってはかといって位相を反転しますとブーミーになりすぎたり、クロスポイントをね、下げたりボリューム下げてもイメージしている低音に近づかない状況にかなり苦戦しておりました。以前設置してたセッティングはパワーアンプがマッキントッシュの MC300 でも MC2505 でも、あとファーストワットの J2 の場合でもだいたいクロスポイントが90から 95Hz でボリュームが3から4メモリぐらいで、で位相が180度のポジションで完璧に鳴らしきってたんですが、パワーアンプをね MC275 の真空管アンプに変えてから低音が出すぎと言いますか、重いと言いますか、まあとにかくなんかどこか気持ち悪さが残るんですよね。それでこちらの4バンドのパラメトリックイコライザーを導入しまして、出過ぎてる帯域を探って一部のピーク出てるとこ下げたり、思い切ってシェルビングでバッサリやったりしても残りの2割の部分これ詰められないという感じで、いやー結構参っちゃいました。もともとサブウーハー入れたきっかけっていうか目的は、メインスピーカーのアルテックのねカーメルのみで音出しした場合、ボリューム上げていくと徐々にバランスが破綻して、低音がね追いつかなくなったんですよ。で中高域寄りのきつい音になるんですよね。それでサブウーハーの導入をしたんですが、マッキントッシュ MC275 との音合わせ、ここまでね苦戦するとは正直思ってもみませんでした。正直ポンゲーだと思ってたんですよ。甘かったですね。で昨日職員さんに手伝ってもらって、私は視聴位置で音をモニターしながらサブウーハーのスイッチをオンオフしてもらったんですよ。で曲を変えながら、そうすると、サブウーハー切った時の方がね音の鳴りが自然といいますか、変な位相ずれもなく量感のポテンシャルも感じたんで、サブウーハーもパラメトリックイコライザーも一旦オフにしてみたんですよ。そしたらあれいいなってなりまして、いきなり完成度が 90% ぐらいまでになったんですよ。で再度サブウーハーを外してパラメトリックイコライザーだけでちょっと出過ぎてるなって感じてるローエンドの 35Hz から下カットして、でスイープテストで、出過ぎてた 65Hz あたりを 0.7 オクターブぐらいの幅で 1dB 下げたところを、概ね聞けるレベルにやっとなりました。いや結構長かったんですよ。ここまで1ヶ月ぐらいですから。私これ前回の MC300 とか2505の時のセッティングがもう固定観念見たくなってて、サブウーハーありきで物事を考えようとしてたのが、まあ、難航を生んでたみたいですね。いや不覚でした。現在のサブウーハーを除いたセッティングね、パラメトリックイコライザーだけで調節したセッティングだとボリュームかなり上げてもねバランスが破綻することなく低域もしっかりついてきます。 MC275 だけで十分な低音が鳴ってたってことに改めて気がついたんですよね。いやそういう意味ではすごいですよね。MC275 サブウーハーいらずの低域力っていうんですかね。これ自宅の方でも実験してるんですが、 MC275 やはり低域伸びますし音が厚いですよね。能率の高いヴィンテージスピーカーで低域不足に悩んでる方は機会があったらぜひ試していただきたいアンプだと思います。そういえばこれ余談になりますが、以前 MC275 を購入する前にね輸入代理店の方に電話相談したことがありまして、相談は MC275 の低音の感じ教えていただきたいんですがという相談です。でその時の担当の方はその MC275 は現在でも真空管アンプを使って半導体アンプと遜色ないスペックを出せてるっていうアンプであって、特別周波数特性に大きな違いがあるわけではないので、MC275 だからといって低音が出るとか世の中で言われているように中高域に艶が出るとかそういうのはねデータ上ないということで、そういう期待にはね添えないっていう回答だったんですよ。
でもね、私実際にジュピターオーディオさんでアルテックのねフラメンコを視聴した時に MC275 で鳴らしたんですよ。その時の音覚えてるんですよね。すごく低音のフィーリングが良かったんですよ。ですから代理店の回答はね、無視して MC275 の導入に踏み切ったという経緯になります。で、実際自宅に MC275 が届きまして、で、つなげて鳴らしてみたら、かなり低音ふくよかでした。中高域もちょっとホログラムっぽい感じで描かれてイメージ通りでしたね。はっきり申し上げて、代理店の方が言う他の半導体アンプとね、特性に違いがないので、 MC275 が低音が出るとかないっていう意見、これね、実際にはね全く見当違いで、担当者の方のね聴覚どうなってんのかなって正直思いました。というか嘘だろって思いましたし、まあかなりショックでしたね。製品扱ってる人の意見がそれかみたいな感じでね。やっぱね、そういうことを踏まえると、頼れるのはねデータとかスペックとかね、誰かが紙に書いた理屈じゃなくて人間の感覚ですよね。音楽ですから、人間は測定マイクじゃないわけだから。で、書かれてあるスペックっていうのはある程度の目安にはもちろんありますよ。でもね、そもそも各社同一の基準やね測定器でね測ってるとは思えませんからね。ですからそれだけでは判断せず、皆さんにはね心が躍る音の方をねぜひ選んでいただきたいなと思います。ちなみに私の低音問題はサブウーハーなしの方が心が躍りました。というわけで一歩ね前進できたんで、引き続きセッティングの方詰めていきたいと思います。それではまた後ほど、さよなら。これね外した状態です。